ーい、いらっしゃい。どうぞ。Welcome to 安心。ご安心の玄関です。で、まあこれで、あの NDA を書いたりとかして、これは長崎のガラス職人さんがくれたプレゼントです。安心のメンバーにキーホルダー作ってもらいました。これも、ここのオフィスを工事してくれた人たちがお祝いで作ってくれたフェイク盆栽です。ん？お水はいらない。はい、めんどくさがりには私にぴったり。はい、スリッパに履き替える文化を安心は取り入れてます。じゃあ履き替えてください。どうぞ。でこれ全部あのスリッパを買って私がタトゥーシールで1個ずつロゴをつけてプロダクト化してたりします。ではお客様が来た時に使います。でこっちで、ここが安心のオフィスです。めっちゃ天井が高い。もともと倉庫だった場所を、本当にタイミングがよく借りることができて、もう一目惚れして、もうここに私たちオフィスを構えますって言ってすぐ借りました。10年ぶりに開いたオフィスらしくて、なかなかこう空きがないんですけど、駅から近くてこんな大きな空間が借りれて、そうクリエイティブの空間な感じ、すごい嬉しいです。そう、レイアウトはアンリアルでデザインして、うちのレベルデザイナーにのリソースを使ってデザインレイアウト決めてもらってやりました。開発者が働きやすいような、なんか動線をすごい意識してるのと、あとあのクローズスペースがない、全てオープンスペースにしたくて、誰が来てても分かるし、あの開発者の方からも全部見えるような、隠し事は何もないオフィス、安心なのにね。これモールテックスっていう素材で作ったんですけど、なんかモルタル調っていうのかな。で、安心のイメージはこうスラッシュのイメージだから、足をこうちょっとそういうイメージでやってます。クロスカルチャーの文化を取り入れてるんですけど、まあ、犬もいるし、あのキッズもいるし、いろんな国の人たちもいて、まあ、本当にまぜこぜな状態の、なんかターミナルみたいな感じのオフィスを目指してます。で、ここは、私が関わってきた作品のアートブックだったりを置いてます。一番最初はね、オオカミに関わってて、あとベヨネッタだったり、サイコブレイク、ザ・イービル・ウィズインだったり、あとベヨネッタとかに関わってました。で、ここは、安心に所属しているアーティストたちが個人的に出した写真集とか本とか、そういうものを飾ってます。オースプンスペースはこんな感じです。で、ノマディックとインダストリアルとスペースっていうテーマを、3つのちょっと難しいテーマを1個にまとめるために、ここはノマドエリアになります。で、基本はなんか室内でグランピングしてるようなイメージにしたくて、こうちょっとタープをつけてリラックスできるようにしました。で、ここではミーティングだったりとか、あとゲームをやったりとか、音楽かけたりとかして、みんなで使ってます。この前も12月にクリエイティブキャンプっていうのがあって、その時はここにもう20人ぐらいがもう詰まってミーティングをしたんで、すごく熱狂的な習慣でした。子供がこう来ることもあるので、お絵かきの台があったりします。こちらをコミュニティマネージャー兼アシスタントプロデューサーの京子とコミュニティマネージャーのジェイク、アシスタントコミュニティマネージャーのジェイクです。ジェイクです。 SNS は彼が更新してます。これは安心のメンバーの、ポートレートイラストです。まだね、全然描けてなくて、もっといるんですけど、時間があるときに、うちのデザイナーたちがこれ描いてくれて、それで一枚一枚印刷に出してます。で、これ実際に待ってて、いや、そうだな、もし
ね、あのかなんで開発者の人とか、まあ、もちろんあの従業員の人たちが辞めるかもしれないっていう時に、まあ、ぜひこう記念で安心にいたんだよって言って渡してあげたいなと思ってます、ね、このイラストを描いたの？あ、イラスト描いたのはナスさんっていうデザイナーです。奈良に住んでる、まだ若き、裏若き素晴らしいデザイナーですでここはキッチンスペース、よいしょ。ここも宇宙を、私は宇宙がすごい好きなので、特に惑星とかの宇宙の空間全体がすごい好きなのでオフィスに取り入れました。あれ実は一個一個惑星のお皿になってて使えますけど、もう飾っちゃったんで使えないかもで、あのいろんな国からアーティストが来るから、みんなこう国帰った時にこうやってお土産をいっぱい買ってきてくれる、アメリカのこういうのが常にあります。で、あと開発者の人たちがこう過ごしやすいように日本のものだったり、まあ、コーヒーとかも揃えてて基本自由に食べれるようにしてます。ブラックで一回ブラックサンダーを入れたらみんなブラックサンダーが好きで、ブラックサンダーずっと置いてることになった、なりました。あと日本にせっかく来ているから、この天野フーズ、日本が誇る技術力、天野フーズさんのお味噌汁も置いてます。朝来て飲んでる人が多いかな、なんかちょっと癒されるっていう感じ。あと最近なんか健康に霧を使う開発者たちが多いので、なんかプロテイン入れてほしいって言われてプロテインのドリンクも入れました開発者全員がムキムキになったらそれはそれで最高でここが、ミーティングルーム1祭りっていう場所です。でこの、ミーティングルームは祭りっていう名前なんですけど、もともと正面にこうぼんぼりをすごいつけてエキゾチックかなデザインしたかったので、あのそこから祭りっていう名前にして使ってます。これ、まあ、6人ぐらいが使えるミーティングルームで、実際はオンラインのミーティングするときもあそこの画面を使ってしたり、ちょっと集中したいときとかもここを使ってやります。でここは、安心で一番人気のスポットのハイブリッドワーカースペースで言います。普段みんなリモートワークの人たちがこの和室の部分を使って実際にこうやってお仕事してます。エンジニアさんに人気のエリアになります。でここに座ってるのがダビットアンシーの CTO です。はい、ダビット、なんか喋ったあ、ボンジュール。で、ここはゲーム開発者で、オフィスワークの人たちの席です。リモートワークがまあ 60% ぐらいで、オフィスワークは今 50% かな。なんかこのオフィスを見てあの来たいここに来て働きたいっていうメンバーの方がちょっと多いかもしれない、はい、どうですか何してるの？モデリングしてます。日本語で喋ってくれた I think it's such a unique culture because we have people on the team from so many different parts of the world、and they bring their experiences and their language and their culture、even into the studio. They, you know, people travel and they come back with food and stories and sharing that. So it's such a great place to be to really experience a real like multicultural team.I think here it's very interesting because、I've got a lot of freedom to just kind of put my ideas out there and inspire the other departments. But when it comes to level design, we're trying not to、maybe stick to old habits as much as like, try new things and let people build levels the way they think suits themselves the best. So maybe that's like a really cool thing that we do. Do you think we do it that way? Yeah, well, I agree. Sunset, yeah, and I think like for me it's the first time like being on such a small team, and I like that because it means that like we can really be on the same page and you know, and we can have ownership over our work as well, so I really like that. I agree. I love Tokyo. Why? I love Tokyo because it's really convenient and the food is really good, and I love the konbini. They're amazing. Yeah, I would say the feel is
but it's great. I've been working in studios with the multiple culture as well. It's very similar to what we have in Unseen. We have a lot of people with a lot of background and culture, and we can learn a lot from each other. So it's very good for me. Full of people with creativity, so it's very rewarding and learning a lot from everybody. So a lot of really good artists. ミーティングはそうですね。3カ国以上になるとどうしてもちょっと外国の人がちょっと早めの時間になったり、その時間になったりするんですけど、まあ、大体1箇所あるんで、そこで集まってやる感じです。あと今、アロンさんは朝の7時とか8時ぐらいだと思うんですけど、そこで必要なミーティングの時は埋め合わせしてっていう感じで、でその他は基本的にスラックで、まあ、実際ありつつちょっとやって、次の日に返事もらったりとかするっていう形でコミュニケーションを取り出してます。で開発者の人たちもう全員わかると思うんですけど、腰をやられるんですよね。デスクワークですごく疲れちゃって、だから基本はうちは全部スタンディングデスクを入れて立って仕事ができる、彼女みたいに仕事もするし座って仕事ができるようにして、まあ、腰を大事にゲーム開発してねっていう気持ちが詰まってますっていう感じで、ちょっと結構一周してきたんだけど、これがミーティング2と言われるところで、ここで、まあ、まあ3人とか4人とかでちっちゃなミーティングルームになります。でこの壁紙はもともと池袋の居酒屋さんのストリートを撮影して、そこにベンジャミンっていうアーティストが VFX をかけたものの瞬間を壁紙にして貼ってます。すごい複雑な色合いで大好きです。でここがシャワールーム。日本って夏がすごく暑いのもあるし、あと仕事してたりするとこう頭がなんかすっきりしないなって時もあるので、シャワー浴びてもう一回仕事に戻ろうとか、ちょっとすっきりしようっていうのをできたらいいかなと思ってシャワールーム作りました。で基本バスタオルとハンドタオルもあるし、あと、もし、とか、なんか、日本ってあと、雨が多い時期があって、服が濡れちゃったって言ったら、いただいた T シャツを着替えれるように設置してます。これはディスコードの T シャツ。でトイレも、鏡を丸くして、こう、皆既月食とか、そういう宇宙に通じるものを感じれるような、装飾にしてます。サインタリバーです。結構こだわって作って、こうやって好きなやつをこうやって取り出して使えるんですけど、でいろんなサイズがあって、みんな毎月来ることなので、ここで安心ではカバーしてあげたいなと思ってます。もちろん汚れちゃったりしたら替えのショーツもあるし、お腹が痛かったら北海道貼ってしのぐこともできます。あとマウスウォッシュはな、入れてみたらみんな結構使うのでずっと入れてますね。マウスウォッシュもするとすっきりするから、もしかしたらクリエイティブにつながるのかもしれない。今は仮眠室なんですけど、実際ここは授乳室にもできて、ルール授乳室にするルールがあるんですけど、こうカーテンと鍵がかからないと授乳室にしちゃダメというのがあるので、ちゃんと鍵もつけてカーテンもつけて赤ちゃんの授乳室にも使えて眠ることもできるっていうエリアになります。で基本はそうね、まあ、みんな寝たり、あとここで一人でこうノートパソコンを持ち込んでお仕事をしたりもするし、本当に仮眠もできて、であと開発者の方たちみんな目が疲れるんで、蒸気でアイマスクをしてちょっと仮眠したりっていうところをですかね。あとは、赤ちゃん連れてくる人とかがたまにいるし、これから出産を控えてる人もいたりするんですけど、その時におむつ交換台あった方がすごく便利じゃないかなと思ってつけました。もともと多目的トイレとして作ってるのでつける予定だったので、そのまま残している状態で、あとはおむつと、お尻拭きとおむつを捨てる袋も用意して、緊急事態に有事に備えられるようにしてます。来てくれてありがとうございます。今
大事な時期が迫ってて大きなマイルストーンもあるし結構みんな忙しい時期なんですけど今日ビデオを撮影するっていうのをみんな楽しみにしてたんですごい撮ってもらえて嬉しいです、はい、今日は来てくれて本当にありがとうございますまた来てねバイバイ はい、さてここでクエスチョンです。アンシーンのマークの線は何本線でしょうか？1、3本線。2、5本線。3、10本線。さあ、どれでしょう？